グラントハイツ駅は、かつて、東京都練馬区に存在した東武鉄道、広市線の駅である。1943年、上板橋陸軍第一造兵昇港内館が完成。終戦後、GHQ により、成増陸軍飛行場跡までの延伸と運行が命じられたことにより、広市線が1946年3月25日に全線開通し、終着駅である。 広瀬駅として開業。駅名は、グラントハイツの走行時責任者であった、休憩し6月にグラントハイツ駅に改称され、同年から1948年にかけて、池袋駅から約30分間隔で当駅まで、ノンストップの中流アメリカ軍専用列車が運転された。また、貨物列車も池袋駅北池袋駅間の西山信号所から、東上本線に乗り入れ、 グラントハイツまで向かっていた。1959年7月22日に広市線が廃止されたことに伴い、当駅も同日廃止された。昭和31年グラントハイツ周辺の航空写真グラントハイツ敷地内に側線が数本あり、そのうちの一本が当駅として使用されており、発着ホームがあった。ありがとうございます。